深田久屋終焉の地、深田久屋宮や1903年3月11日から1971年3月21日は、石川県大正寺町生まれの小説家、随筆家及びと山家である。山をこよなく愛し、読売文学賞を受賞した、著書、日本百名山は特によく知られている。配合も山の入った、旧山である。 1971年3月21日の登山中に、茅ヶ岳山頂直下で、脳卒中のため68歳で死去。その場所には、深田久也先生終焉の地と表記された石碑が建っている。深田クラブにより100名山を加えて200にした日本、200名山もある。1903年3月11日、石川県江沼郡大正寺町寺中町に、 長男として生まれる。加賀市南西部にあり、福井県境に近い藤内市が竹への登山は、地元の多くの小中学校の遠足コースであったが、12歳の時登ったのがきっかけで登山に興味を持ったと辞書で、10回している。旧正福井中学から第一高等学校に進み、文芸部で堀達夫や高見淳と知り合う。また山岳部員として山にも親しんだ。 一校を卒業後は、東京帝国大学文学部哲学科に進む。1927年、東京帝国大学文学部哲学科に在籍しつつ、当時エンポンブームに湧いていた改造者に入社。検証小説の下読みをする過程で、北畑八穂と知り合い、恋に落ちる。1930年より北畑と同棲を始めると、共に、 おろっこの娘などの小説を発表。これらの作品が好評だったことに勇気を得て、大学を中退、勤めを辞めて、文筆一本の生活に入った。1932年に発表したアスナローで、分断的評価を確立したが、実はアスナローも、おろっこの娘も、その他の作品も、北畠の作品の焼き直しであった。このことに気づいた、 小林秀夫や川端康成から厳しくたしなめられたため、時には、深田自身が独自に作品を書くこともあったが、全くの打作に終わった。1933年10月、文学会が創刊され、その同人となる。同人は他に、広津和夫、川端康成、小林秀夫、林ふ夫、武田林太郎がいた。深田はこの年、編集委員になる。 1935年に日本産学会に入会する。1940年3月、北畑と入籍して正式に夫婦となる。だが、翌1941年に初恋の女性、小葉茂子と再会して道ならぬ恋に落ち、赤椎カリエスで寝たきりの北畑を差し置いて茂子と相引きを繰り返す。一方、かねてから信仰のあった。 中島厚氏は1941年6月にパラオに出立する前に、深田に自身の原稿をまとめたもの、コタンを託し、発表の仲介を依頼した。深田は1942年に前年託された中島の原稿のうち、李良、三月期、また田中秀光のオリンポスの果実の原稿を文学界に紹介した。1943年5月、 茂子が、深田たの子を出産したことが北畑に露見する。それから4年後の1947年に北畑と離婚の上、茂子と再婚した。激怒した北畑に、小説やき直しの件を暴露されたため、作家としての深田たの信用は失墜し、10年以上に、渡る私服生活を余儀なくされた。1949年、金城山学会を結成し、 理事となる。1959年から1963年にかけて山岳雑誌、山と高原で毎月二山の連載を50回行い、遂行の上で新庁者から1964年に日本百名山を出版する。同書は、翌1965年に第16回読売文学賞を受賞、人気作家に返り咲いた。1966年には、 約4ヶ月中央アジアを旅行し、その後気候探検機を表した。1968年に日本産学会の副会長に就任した。1969年に産経賞を受賞。深田久也が12歳の時登り登山に興味を持つきっかけとなった藤内氏が竹。深田が育った加賀市大正寺町付近から望む。 1971年3月21日、登山中の茅ヶ岳にて、脳卒中で急性、遺作に中央アジア探検士がある。改名は、江田県、釈広史広史。萱ヶ岳山頂からの八ヶ岳の風景。深田は、大学生時代に八ヶ岳で、同行の友人を亡くしたこともあり。 参考を共にしていた山仲間の藤島敏夫は、八ヶ岳を見ないで亡くなった方がむしろ良かったかなと、漏らしたという。1974年4月、出身地である、加賀市大正寺町江沼神社境内に、深田久也文学費が建立された。深田久也文学妃1975年には、加賀市の名誉市民に選ばれる。1981年4月21日、 にらさ市観光協会が、かやがた家の登山口に、深田久屋記念公園を開設した。その検証費には、百の頂上に百の喜びありと記されている。翌年の1982年から毎年4月の第3日曜日に、深田祭が開催されている。1993年11月、深田久屋誕生の地の深田印刷部前に、深田久屋誕生の地の石碑が、 大正寺観光協会により設定された。1997年10月9日、加賀市山岳協会と大正寺文化協会が中心となり、深田久也を愛する会が結成された。2002年12月には、加賀市大正寺に深田久也山の文化館がオープンした。2003年7月1日、生誕100年の白山の山開きの日に、山を愛した文学者、 深田久也生誕100年の北陸ふるさと切手が郵便局から発売された。1978年に日本山岳会のメンバーが新たに選定した200山を追加する形で日本300名山を選定した。また1973年6月には日本100名山を担当して深田久也の精神を受け継ぐ深田クラブが発足した。会員内で吟味した結果、 1987年8月には、本百名山に百山を追加する形で、日本二百名山が出版された。1994年には、NHK のテレビ番組、日本百名山シリーズで全山が紹介された。多くの登山ガイド本、ビデオ、DVD も出版されている。その結果、多くの登山者に認知されるようになり、 関東を目標とする登山者も現れた。ありがとうございます。